球は捉えた、右中間で破っていく。1人ホームに向かってきます。そしてもう1人ホームに向かってくる。金子は三塁へ、ライオンズ逆転。今日エラー、それが失点につながった金子、打つ方でこのバッティング逆転だ。ボール見逃しませんでしたね。そうですね、多分変化球ですよね、はい、まっすぐではなかったと思うんですけども、真ん中低めにやや沈むボールだったと思うんですがね、はい、うまいこと捉えましたよね。シュートですかね。右中間に運んでいきました。2点タイムリースリーベースヒット、逆転だ。いや、よく打ちましたね今のはね、ナイスバッティングです。本人としての悔しい気持ちが非常にある中でのこのタイムリーヒット。なおもワンアウトランナー三塁です。